美味しいです。でも美味しいです。でも美味しいです、うん。30年ぐらいかな。やっぱりボリュームとやっぱり美味しいところですかね。マーボー麺スープあり大盛りです。ありがとうございます。あっくっここはかお客さんのうわーっていう声が大好きだ。はい、唐揚げ入りマーボー飯です。ちょうど4月で3年、丸3年になってます。これ半です。少なめにして、はい。でも半チャーハンでも、もうたまにもういっかみたいな時そうだってあ、上は豚、はい、下は鶏。36キロ、もう嫌になって。もう昼まで24キロ、2時ぐらいまでで、で慌てて12キロ頼んで、今日も金曜日だから、予想では多いんだけど、柱でくるっと回るのがかっこいいですね。もうそこ一回一回降りるのがめんどくさいからくるくるくる。
今日はちょうどよかった。お姉さんです。お姉さんです。よろしくお願いします。お母さんです。めちゃめちゃキュートな。キュートなんだ。もうすぐ70歳。本当にですか。すごい。仲良しなんですよ、みんな。マスターが寝たり、ほぼマスターがやったりするんですけど、二、うん、人で水曜日とかに朝からテレビ見ながら二人で握ってで、終わったら二人で一緒にランチに行き休みの日、ね、そう、休みの日今日は忙しいです。今日は忙しいです。足を作りますよ。
種類野菜が嫌い。いつまでも入れてるのが嫌いなだけだね。いつまでも入ってるのが嫌な。1時間ぐらいしてこの野菜がもうクタクタってなったら取っちゃって、鍋の色が似合いますね。似合いますか、はい、これで潤したから。もう営業が終わった後にこの鍋を全部、うん、中身を捨てて洗うんですけど、そこで一気に全部をね、もうコテコテになったやつを全部浴びて、もう毛穴という毛穴にもう全部なんかいろんなものが詰まったみたいな。はい、捨てるからみんながもったいないって言うんですけど、寸胴ね、だけどもう毎日買えるから、それがもうちょっとすると柄も下に沈んで本当に綺麗な、おいしい。でもおいしいです。でもおいしいです。いつも買い込む。
間に合わないの。そうです。めちゃくちゃ暑いですよ。唐揚げめっちゃ暑いです。これ熱々いいですか。いやマジでいいです。え、食べましたこれ。サーボー麺スープ、はい、大盛りです。ありがとうございます。とんでもないです。これ半端ないですよ多分。あーうまー、めちゃめちゃうまい。あっくっ、ここはか。あー、うまい。これは食べる人が、うん、あの、あっちに県の方が。
麺に。はい、のスープなし。チャーシューワンタン麺。はい、で、上がり。これで上がりでしょ？はい。はい。はい。
麺と半チャーハンのセットです。美味しいです。美味しいです。はい。そう、泊まりに行ったり。そう、ね。お客さんのうわーっていう声が大好きだ。わーって喜んでくれるの。どうぞ。ランチはいつも。そうです。寝る前に一杯、二杯。美味しそうに飲みますね。うまいんですよ。まず一杯飲んじゃうんですね。そうそう。うん、で、2杯しか飲みませんって2杯持ってるんです。やっぱこの1杯楽しいですか、あいつも。で、うん、夜に帰ってから1杯ね。で、病院の先生は、はい、量を半分にしないかんですって、はい、そう言われとるんだけど、そういうわけには頼むね。君こし。お疲れ。夜みたいになってるね、もうね。一気しちゃダメだよ。ついつい。私は飲まないんですけどね、今日はもう1日夜までずっと仕事だから、家にも帰らない。僕も普通は飲まないんですけど、なエメさんがいるもんだ。今日だけ。今日だけですか。あれ、死ぬ気でダイエットしようって言われてきない。激辛が好きすぎて、これも青唐とかがめっちゃ入ってる。